医者さんも決して足りてるわけではありませんし、家族はいないという方がたくさんいらっしゃる。で、外来に来てお話聞いて薬出してるだけではですね、やっぱりその解決しない問題がたくさんあるんですね。一人の患者さんを見てその病気を見るのと同じように、地域が抱えている問題って何なのかなと。問題解決の一つのツールとして、こんなのもいいんじゃない、こんなのもいいんじゃないっていうのをどんどんご提供していく。みんなに人気があったものが残っていけばいいと思うんです。ヘルスケアの部分に医療っていうもの自体が関わっていけるとですね、すごく皆さんにとって身近な感じになるんじゃないかなと思いますね。